香港チャンネル。お疲れ様です。はい、お疲れです。酒飲んでます？誰がやねん。あのさ、生本番終わってすぐやのにバッて駆けつけてんの迎えな。ほんでようコメントで書かれてんのよ、酒飲んでる、はい、ちょっと待ての方でもね、はいはいはい、酒飲んでますって、はい、で顔が赤いのはこれメイク取って、はい、僕皮膚弱いから、はいはいはい、まあそんなんで、はい、何今日？今日はですね、うん、あの辛坊治郎さんがいよいよ太平洋横断のヨットの旅に向き子やね、はい、出航したと。あ、出航した、はい、出航しました。私あのツイッターの方で、はい、コメントさせていただきましたけどね、はい、あの辛坊さん出航おめでとうございます。今朝ね、はい、今日、何月何？今日10日です。4月10日。ほんで今日出たと思ったんですよ、はい、ほんだら昨日9日の朝に出発した。ほんだらツイッターに上がってたんで、出航おめでとうございます、無事な航海をお祈りしてますと、はい、コメントさせていただきました。既読されてるかどうかは分かりませんけど返信はございませんから。なるほど、まあそんなのはいいんですけど、その YouTube も上げるってなんか上げるって書いてあるから、ね、だから電源とかもあんねやろね。あるそうでしょうね、うん、で Wi-Fi とか その辺がよう分かんない。どこでどこまででって。でも今そうか、衛星電話とかじゃないですか、そういう回線を使ってアップするとか多分。なるほど、すごいな、ほんまにもうすっごい賢いからな。そうですね、ほんまに何でも何か入ってはるわ。すごいわ。勉強はね、あの共演させてもらって、で朝ウェイクアップずっとやられて、はいはい、土曜日、本番前に見て、はい、勉強になることもあるし、キャスターという立場で、自分の意見っていうのを言わんっていうねスタンスらしいんですよ。なるほどなるほど、うん、で、徳森とか来た時は自分の意見を言うね、はい、そのパネラーとかコメンテーターで呼ばれた時は、そうそう、結構むちゃくちゃドクドクドクで、はいはい、あのオンエアされてない部分でもね、うん、実際問題ね、これね、テレビ向きな発言がいいですか、あ悪い方がいいですかって、テレビ向き、テレビやねんから、テレビ向きって言うやん今だもん。そうですね、テレビ向きやって、でもテレビじゃない方もって聞いて、みんなぶっちゃけこれは何がバカなんだよとかは言うけどね、こんなもんはって。だから、早く帰ってきても、うん、やりはんのかな。また成功して、また戻ってこられたらね、その芸能界というかね、うん、やるんじゃないですか、でも。うん、前回の恨み節も聞きましたけどね、はいはい、クジラに当たったんじゃなくて、クジラが当たってきたか、当たってきたんじゃなくて、船がクジラに当たったんかなんかやってね。あ、そうです、そうです、そうです。ね、マッコウクジラね。はい、海上自衛隊の方に救出されて、はいはい、でその時の防衛大臣が、はい、あの石破さんで、ほんで会った時に、今回だけですからねって、2回はないですからねって言われてて、まあ、それでも個人的にだっけないって言ってたな。なるほど。あれでもね、前回ねクジラにぶつかって、はい、遭難したじゃないですか、はい、まだねその日本の多分領海内というか、はい、宮城県からちょっと行った沖ぐらいやったんですけど、はい、それがね本当太平洋のど真ん中とかになったら大変なことね、アメリカが助けに行くのか、また日本が、はい、誰が救助するの か。でも何かしらのそういうのあるんでしょうね、はい、うん、ただ今回は一人だでしょ。一人です、ね、前回はお二人で、全盲の方とヨットマンの方と、だからそれもあれやで、もともと吉本の寛平さんのマネージャーのヨットやって、引きさんの、ああそうですね、その引きさんっていうのも、はい、俺湘南でサーフィンやってんやん、はいはい、ね、久芸沼で、はい、だからその引きさんっていうのは湘南の方に住まれてて、はい、だからうちの店にも来たこともあるし、で、ショップの前、サーフショップの前、あのマラソンしてはるからとか、はいはい、海とかでたまに会うねん。だからそれ今は、マラソンの会社を起こして、やってはるみたいで、吉本辞めはってね、はいはいはい、その人の船やったらしい、うん、だから今回の船は誰の船か、ね、もう辛坊さん自体なんか今回はなんか全額自費やみたいなことをね。そりゃそうやろ、あれだけそのテレビ出てて、ほんでフリーやし、公演もあるし、ほんで本もあるし、もう俺聞いたんが、読売の、アナウンサー時代でも、あの公演行ってて、そのような公演はもう自分だけ、副業みたいな感じでね、そうそうそう、その時からもう副業を認められたんか目つぶってたんか分からへん、ね、でもアナウンサーさんって結構その司会とかやって、結婚式の司会とかね、そういうのね、バイトとか、ね、俺もあの元関西テレビの山広さん、はい、山本アナウンサー、はい、あの友達の結婚式に、はいはい、司会、うん、を
会して、で、まだ局アナ時代、そうそう、来てくれはって、うん、ほんで、やっていただいて、でその後輩で、友達同級生の息子の結婚式やってきたけど、その後日離婚してた。そんなんで、しゃから、何月、4月に出て2ヶ月ぐらいで行けるって言ってたのかな。ああ、そうですね、うん、ほんで行って、帰りも横断、いや、でも太平洋横断、横断やから片一歩、往復ではない、往復ではないんじゃないですか。さすがにまた帰りもってなったらね、なかなか。でもそれ考えたらすごない、うん、あ、寛平さんってアースマラソンやね。そうですね、あれヨットでアメリカ大陸かなんか行って、はい、で、あれやろ、何百キロも走って、で、最後またあのヨットで帰ってきた、はいはいはい、すごいね、すごいですよ、ね、それが引きさんと行った、一緒にね、ずっと回ってはった、うん、で、その時の船ちゃうかな、あの辛抱さんが、はいはい、最初に行ったやつが、うん、だからそれをあのクジラだって沈めて海の木図にしたという、だからどういう風に帰ってこられてね、だからまたそういう、講演もできるやん。そうです、その話でまた本も書けますし、ね、そうやねすっごいな。で、これで途中途中で YouTube 上げていったらまたそれの再生回数で、ほんまに俺ここだけの話やけど、徳森で一緒になった時、はい、ああ、辛抱さん行かれるんですかって、はい、挨拶行った、はい、した時に、あ、そうなんですよって、大丈夫なんですかって、本郷さん一緒に行くって言われたいや、もうサーファーなんしてるから、はいはいはい、サーファーってあのな、海岸からちょっと行ったところでしかやってないから、まあ、そんな無理ですはい、行かないですよね、って、うん、でも刺された時、でもあのヨットの時って、はい、俺寛平さんとか聞いたけど、はい、あの引きさんってマネージャーや、はい、ほんだ年も若いやん、はいはい、寛平さんや、はい、あのヨット乗ったらもう経験者が上らしいな、あ、じゃあから、はいはい、もうボロカス言われる、もう船長みたいなもんですよね、そう言うから寛平さん泣いたって言ってたもんお前ちゃんとそれせえ言うて、そうでしょ、じゃあからもう、で船の上でな、もう行って、はいはい、あのその人と仲間になったら終わりやで、逃げ場ないですからね、そうやで、三平みたいにトルコ行って、はい、料理長と仲悪なったからって嫌いやからって帰ってきて、はいはいはい、あ、三平もすごいで、あいつ包丁とか天野君からもうたりして、うん、はいはい、祝いで、はいはいはい、行ったんや、はい、な、あの長友選手の長友専属、ま、の料理人みたいな、そうそう、はい、ほんで行ったらそれが合わなくてて、はいはいはい、料理長と、はいはい、で、2ヶ月ぐらいで帰ってきたんや、うん、ほんだらあいつみんなからもうたり祝いや、包丁とかあれや、包丁置いてきた話、あいつ人でなし現地にそう、うん、そんなんでもうほんまにケツワって書いてきたから、みんなに調べる、でも人間って変わるもんやな、最初行くまではな、あの吉本のその、福島出身やつ、はいはいはい、で住みます芸人として福島に帰るよって、で帰って、うん、でたまに東京で仕事あったり、はいはい、あのもしもツアーズとか、はい、それは来ててんけど、でもそれも今度長友の君のでっていうので、その前に、もう福島の住みます芸人をケツ割りよって、農作業とかのロケがあるからとか言うて、まあ、うん、あいつあいつなりの理由があって、で、マネージャーがおって、でそれとなんかちょっと一悶着があって、でやめて、はい、でそっちが行って、ほんだらトルコ行っても帰ってきて、お前何やねんって、ほんで今うちの新喜劇出てるけどね、明日、明日、あ、うん、ほんだら昔はあの何やろな、あのやっつけっちゅうか、まあ来るだけみたいな感じだったけど、最近はもうほんまに本読みとかも声出してやる気を見せて、そうそうそう人間って、ね、再スタートをね、切る時期があるっていうのもね、分かったなっていうことがあるから、まあ、そういうこともあるんですけども、今回の辛抱さんの、ね、無事公開を、ね、はい、これから地球が気候変動してる、そうですね、怖い台風とか起きたら、うん、そうですね、ほんまに今年はでもそのエルニーニョあんまりないから今年を選んだみたいなことはなんか書いてありましたよ、ね、あ、そうなん、はい、そんなんもう考えて、はい、あ、やっぱり考えてあって、でも分かれへんやん何が起こるか、まあ、そうですね、そうやろ、はい、ほんでまたでかいクジラが来たり、そうですね、まあ万に万が一やん、あれも そうです、それが当たってんから、そう、ね、あ、
もし当たんねやったらあの近海で、日本近海で ね、 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 C 国の潜水艦に狙われるかわかんないし、ね、ああなるほど、あそれはなんやろ、でも俺が乗ってたらあるかも、あるあるあるわかんないですよ、おだけ狙われてんねん、でもほんまに笑えるように帰ってきて土産話を ね、 ね、聞きたいと思いますんで、で帰ってきてラジオ1本だけは残すかなんか言うてはったことを聞きましたけど、あとは全部掘り出すみたいな、まあ ね、 ね、まあそういうことで、はい、本日は香港チャンネル辛坊さんのね、アメリカ横断ですかの話でございます。三平君のトルコの話も入りましたけども、まあそういうことで、皆さん、頑張っておりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。